どうも、やすこの TV のやすです。そして、どやさんです。今日はですね、市原ゴルフクラブ柿の木台コースさんで、はい、撮影させていただくと、ラウンドしていきます。今日はね、風が強いんだよ。あのね、爆風なんでね。そう、多分ここはね、風がないけど、アクアラインはもう止まってるんじゃないかぐらいのね。そうそう、ぐらいの、風なので。だから今日はね、やすくんが最近調子いいじゃん。まあそうっすね、まあ30代、うん、そうですね、まあ、どっちかちょっと30代出るようになってきたから、ね、まあ、この風で30代出せりゃ、はい、その30代本物だろう、はい、別にコースが簡単だから30代出したんじゃないのみたいな感じで視聴者は思ってるかもしれないから。確かにね、うん、いや本当に今日はマジで風強いから、ね、まあ、ワンチャンね、音取れないかもしれないぐらいの感じだと。まあちょマイクはね、結構いいの使ってるんで、うん、はい、取れてくれると信じてるんですけど、うん、まあまあやってみましょう、はい、で、そうですね、一応もうね、僕、まあ、ドヤさんとかと回るときは基本もうバックからやらせていただく、ね、まあ、申請をしてね、うん、やらせていただくことになりました、はい、なりましたっていうのをしました。はい、うん、ね、上手くなりたいんで、そういう距離的なところと、あとまあその風とね、うん、まあ天気もちょっとあれなんで、どうなるかということで、まあでも、まあ、僕としてまあ30台出せればどっちかでね、そうだね、いいですけど、うん、まあ、バーディーもね取れたらって感じですね。バーディーをまあハーフでまあ1つ2つ取れると、うんうんうん、30台もかなり現実的になるの、そうだね、のかなという感じで、はい、やっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。いきます。あ、今日カメラマンキヨさんね、カメラマンっていうか今日プライベートでどうやらキヨさんが僕らの組に入ってるらしいんで一人予約で入ったっぽいんで、ちょっとじゃあカメラお願いしますって感じで、はい、必然的に、ね、適宜ね、ちょっとキヨさんは、カメラに収めつつやっていきたいと思います。はい、ということでお願いします。お願いします。1番パフォー376ヤードめっちゃ嫌じゃないですかこれ。全然大丈夫です。いや、さすがにね、ドヤさんは合ってないと思うんですけど。お願いします。お願いします。さあ、見に来た、いつものコース、まあ、大丈夫です。そうです、僕の足元にティーが。はい、お願いします。今日2人はバックからね。おっと、やっべ、そっちにこの人にワンペナだね。ワンペか、うん、ワンペスタートですわ。ドヤさん、僕初めて会いましたけど、うん、本物かっこいいっすね。ちょっとね、照れちゃうぐらいかっこいいっすね。本当に、そう、照れる。俺もやっぱ5、6回やってやっと慣れたから。さあ、キヨさん、白から、ね、4、7。なんで俺これ持ってんの。いや、ヘッドカバーでかいからだよ。確かでかい。いや、よろしくお願いします。お願いします。ああ、うわ、すごい、これ。まあ大丈夫です、あります。大丈夫ですか。あるんだ、あれ。すっごい行きましたよ、右に。うまい。風が強いな。風やばいね、今日。これはね、荒れるね。これは荒れますよ、皆さん、ね、荒れるわ。100、うん、ある。100ある。ヤスが100あるってなると、俺130ある。いや、朝一ワンペスタートだからね。俺、朝一は結構ティーショットいいっていうね、定評がある、ね、あるんですよ。でも朝一ワンペなんでね。ワンペということで、フェアウェイドロップさせていただきます。はい、ここで160ぐらいで、結構左から上げだね。左から上げて6番でいきます。はい、見えない。どこ行った、まっすぐ、まっすぐ。ああ、ちょっと手前、うん、でも乗ったね。はい、すごい、ギリピンが見えるぐらい。見える。で、曲げで100ぐらいですね、ここね。100、あ、もうちょいあるか、奥だから116。116上げなんで P で打ちます。 P で。ライは
ちょっとつま先上がり、つま先上がり、うわめっちゃ止まってるわ。うん、ちょっと収められませんが結構手前っぽいっすね、うん、ナイス。あ、まあ大丈夫、上げてるんで、ステイ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 。ヤス君は4打目、4打目ですね、ワープからの。ただまあこれ 30m ぐらいあると思います。うん、最後結構フックする、最後フックだけを見て、うん、え、今日重いっすか。まあそんなに速くない、うん、めちゃくちゃ打たないとな、これ。あ、右出すぎた、出すぎたね。こっからでフックしないと止まった、止まった。まあでもよくよく打ちましたよ、よく打ちました、はい。さあ、土屋さんの3打目、12、3メートル、12、3。あ、いいとこ出たっぽい。おー、うん、よし、ナイス。つえ、うん、まあまあまあ、OK、 ちょいむずラインだね、はい、フック下り結構切れるのかな、結構切れると思う。ちょっと結構見て、うん、下ってます、いやいやね。おもう一回行きます。やべえ、これダボパッドじゃないですか。大丈夫だよ。おお、ゴルフ。いや今ね、置いたところよりちょっと、うんうん、あ、左見すぎたって思ったんですよ。一瞬ね、一瞬の判断ね。不利じゃん、すげえ曲がったね。ナイスパー、パーです。やべ、大丈夫だよ。ブヤさんの3連続 OB はみんなにね、希望を与えてるから。鳥ぐらいどうってことないよ、どうってことないよ、どうってことない、うん、あれはね、愛と希望を感じたね。2番パー3188ヤード。これでもちょっとでかく逃げると絶対オーバーするんだよね、これ。もう打ち下ろしはね、うん、まあじゃあ上げと見据えて8番で147、8番で、まあ、183の147なんで、うん、どこら辺打っていく、バンカーの上打っていってちょうどいいんだろうな。これが右に流されていくぜ。流されて、どこまで流されるんだ。あー、カート道、すげー流されてる。この、見えないね、この、この木のあたりだね。右方向出てって、あそこまで20ヤード右行くからっていうことは20ヤード左に打ってるからね。バンカー、いや、そうやろうとして引っ掛けて行けみたいな木がすごい見えますけど。まあ、バンカーの右端ぐらい狙って、うん、7番で、はい、7カル。おお、うん、ナイス。アイアンはいいね、ピン方向いくよ、これ。いけ、おお、うう、ナイス、ナイス、さすが、ナイス、うう、うえ、うえ、取ってるから。はい、ね、もう一人いるとこういうの取りやすいですね。取りやすいから。キヨさん今日プライベートラウンドですし、適宜ね、ちょっと僕らの手が空いた時に取っていくぐらい。リハビリ中だから。リハビリなの。なんかあったっけ。あれ15ヤードぐらいで左足下がりで。ピンまで15。ヤス君のウェッジ。ああ、アーティザン、アーティザンゴッパチ。アーティザンゴッパチ。いや、いいんだよ。これはすごい。あー、うまい、ナイス。はい、おはす。なんか風でちょっと切れそうな気がするね。あー、こっちから見るとね、そんなスラするように見えない。はい、バーディーパット。
まあ7メートルぐらいかな、はい、おそれああ入ったおおナイスバーディーやばくないやばくないやすくん折り返していくおーしいオッケーあでもボギーナイスいいバーディーパット見たかな、うん、そんな綺麗なパーパットパーパッツ1メーターちょいああどんマジ俺のが最後ちょっとスラッたからちょっと見ました今ちょっと見たそうっすよね、うん、そっちが全然切れなかったねかあまたまた俺のパターは練習してんだけどな、さっき。3番パー4、357ヤード右がアウト、まあ、左も行き過ぎるとアウト打ち上げで380、90ぐらいの感じだそうですはいあ、これ本当だ、右持ちやすいわすげえ右向いてるでしょあ、そういうことかまあ、片方向よいしょあ、なんか飛ぶようになってんねあの、触れてきましたうんあ、オッケーオッケー、全然いい、うんよいしょいやこれ一人いずれか負けるぜ本当にちょっと今ヤス君にちょっとねなんか追いつかれてる感があるからその感覚はガチでやってないんだけどいやいやいやあとあそこは大丈夫あ、超えた超えた今日右利きだはいいい変えましょう、うん、こういうとこですよマネジメントだから、うん、まあっちゃうんですこれは、ね、カメラあると早くやりたい説があるからやんなきゃいけないって思っちゃうんですそうそうそう8の、うん、ちょっと短めに持って OK やっぱ風左から左からうんあ、乗ってゴロゴロって転がって逆にまあ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 ナイスミスだちょっと今、うん、はい入ってまあ打ち上げ入れて123ヤード123123のピッチングで、ね、はいちょっと見えませんがこの方向ですあーあ震えました震えました今すごいぞこれ多分大丈夫だと思う大丈夫ですか、うん、もう出玉がすごかったっていうそうこの時期ねこういうこの、はいはいはい、こういうのが絶対、はい、噛むんだあると噛むとフライヤー 100% するから今魔球みたいなあのナックルボールみたいなそうそうボーンって揺れてたこうやってナックルになってドーンってこうすげえ長く走るからそうそうそう回転がねそうそうそう回転数がめっちゃ少ないヤス君が残り25弱だ ね, そうっすねでちょっと多分ねスライス、はい、あ山越えて山越えて山越えたらちょっと平坦、はい、山キャリーぐらいでうんあ風にも流された風にも流されたね OK メートルぐらい。10m。フック。ドヤさん、三打目。お。ちょっとなんか入りそうな気がある。いや、入りそう。ちょっと練習してんだから。ナイスパー。イエス。
あ、スタート前だけ。ナイス。パパッと5メーターぐらい。おお。風だ今。風？ってなったもん。オッケー。ナイス。ボギー。ナイボ。はいナイス。はいはいはい。やばい。終わっちゃうよ。音速の第1話がこれ10分あるから。いやわかんない。早かったですね。なんか知らないけど。早かったね。やっぱ風吹くとちょっと焦るっていうあるあるがあるんでしょうね。うん、なんでまあちょっとね別に後ろ来てるわけでもないんで、はい、ゆったりやっていきたいなと思います。次は、はい、はい、ということでまた見てください。お願いします。